ホールズインクライン鉄道はカナダ・オンタリオ州ナイアガラホールズ市にあるフニクラー鉄道である。もともとはホース州、ホールズインクラインとして知られている。東鉄道はホース州滝にあるナイアガラの滝のそばに位置している。路線はナイアガラ公営委員会のために1966年にスイス企業のフォンドオールによって建設された。鉄道は1980年代に 現在の名称が採択されている。当初は屋根なしの車両で東鉄道が建造されていたが、一年中の運行を行うために密閉された車両とともに、2013年に東鉄道が再建された。他のナイアガラの滝傾斜鉄道とは異なり、フォールズインクラインは滝の下のナイアガラ峡谷へと降りるためのものとして作られていなかった。その代わりに東鉄道では、 ちょうど滝の上にある、ナイアガラパークウェイのテーブルロックセンター及び、ジャーニービハインドザホールズから、ミノルタタワー、ナイアガラホールズビューカジノリゾート及びいくつかのホテルを含む高い階層のホールズビューツーリストエリアへと結んでいる。再建される、以前の2010年のホールズインクライン鉄道。ナイアガラ公営委員会は、当、フニクラーが、 世界で最も遅いものであると主張している。豆腐ニクラーの技術書言は以下の通り、ありがとうございます。